そろそろ落ち着きたいと思ってはいるんですが、どうも畳が私に馴染んでくれませんでしてね。父を訪ねる母と子が雪にはぐれてそれきり他人、顔も忘れていくとせすぎて、会えるものやら会えぬやら、ああ彼岸花。家も名もなく当てもなく、風に追われて男が一人、笑いなさるな貧しいなりを、人は心で決まるもの、ああ彼岸花。え、そうですか。もう亡くなりましたか。いえね、その人にはろくでなしの息子がおりまして。ええ、一昔も二昔も前のことです。やってきました一通り、いいも悪いもこの世のことは、生きるためとの聞こえはいいが、どうせ気まぐれさすらいの、彼岸花。まこと私なんぞが歩くにはもったいないようなきれいな雪の道、長居いたしました。